皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。さて松阪市では今年の4月から大岡高校元教諭の村林慎吾さんが松阪食の町アドバイザーに就任し、松阪市の食の魅力を発信していきます。今回村林さんと松阪市がコラボし、巨匠と松阪という番組を作成することになりました。巨匠と松阪では食の町松阪市と巨匠村林さんが掛け合わさることで、旬の食材にこだわった松阪さんの極上料理を生み出し、その時に一番おいしい松阪をお届けします。番組のアシスタントには松阪市ブランド大使の中川静香さんが出演します。この後30分からは本編公開を前にエピソード0を放送します。本編の公開は6月下旬を予定しています。ぜひご覧ください。それでは今回のラインナップです。市議会議場の壁面に松阪山材のヒノキを使った格子が設置されました。地元の祭りや神事などをまとめた書籍が寄贈されました。ベルファームで開催中のローズフェアをご案内します。今回の教えて孫育ては、上手に絵を描くコツを学ぶお絵描き編をお伝えします。